半ヨーロッパピクニックは、1989年8月19日、ハンガリー人民共和国、ショプロンで開かれた、政治集会。西ドイツへの亡命を求める1000人ほどの、東ドイツ市民が参加し、オーストリア国境を越えて、亡命を果たした。後に、ベルリンの壁崩壊へとつながる、歴史的事件である。ピクニック事件、ヨーロッパピクニック計画とも呼ばれる。 1980年代後半、ポーランドやハンガリーでは民主化への模索がされ始め、東側社会主義国の名手であるソビエト連邦でもゴルバチョフによってペレストロイカが始まっていたが、東ドイツでは未だマルクス・レーニン主義に基づき、最高指導者であるホーネッカーが秘密警察のュタジを用いて国民に対する締め付けを強くしていた。分断国家である東ドイツでは、 社会主義のイデオロギーのみが国家のアイデンティティであり政治の民主化や市場経済の導入といった改革によって西ドイツとの差異をなくすことは国家の存在理由の消滅を意味するとホーネッカーらは考え東欧に押し寄せる改革の波に抗い続けていた1988年にはソ連の雑誌スプートニクさえも発禁処分とし 言論統制を強めていた。このような状況の中で、すでに、ハンガリー社会主義労働者等の改革派が民主化を進めていたハンガリーでは、オーストリアとの国境 300km に及ぶ、有志鉄線の維持費が財政を圧迫していた。この国境の有志鉄線は、東西両陣営の間の人の往来を阻止するための、鉄のカーテンの一端であったが、 ハンガリーでは1988年にはすでに国外旅行が自由化され、それ以降この国境の違法越境は1年間で、ハンガリー人は10人で、外国人が200人から250人程度であり、有志鉄線の維持費に多額の出費をする必要性がなかったのである。1989年3月3日、ハンガリーのネーメト首相は、 ゴルバチョフと会談し、有用性はつき、違法に西側に脱出しようとする東ドイツと、ルーマニアの市民を押しとどめるためだけに役立っていると、説明。対するゴルバチョフは、我々は窓を開きつつあるのだと返答、暗黙の了解を与えた。5月2日、ハンガリーは、オーストリアとの国境線の鉄条網の撤去を、開始した。そもそも国境沿いの鉄条網はハンガリーが、 他の衛星国の中で最も早く1949年から設置したものであったが、撤去も他国に先駆けて行われることによって、鉄のカーテンに穴が開けられたのである。翌5月3日、SED の政治局会議でホーネッカーは、このハンガリーの連中は一体何を企んでいるんだ。と怒鳴った。当時の東ドイツでは旅行は許可制で、 当然、西側への旅行は許可されなかったが、東側への旅行が許可される可能性は高かった。ハンガリーまでは秘密警察に睨まれることなく、合法的に国境を越えられて、ハンガリーにたどり着けば、オーストリア経由で、西ドイツに亡命できることになり、1961年のベルリンの壁建設まで、慢性的に続いていた、頭脳流出が再開する恐れがあったのである。 東ドイツ指導部は、オスカー・フィッシャー外相が、ハンガリーの行動を非難したが、ソ連のシェワルナゼ外相は、フィッシャー外相に、それは、東ドイツとハンガリーの問題だ。我々は何もできないとさらりと答えた。ホーネッカーが恐れていた通り、東ドイツ市民の多くが西ドイツへの亡命を望んでいた。市民たちは、経済状況への不満も、さることながら、現指導部が、 他の東側諸国と比べて政治改革などで遅れを取っていたことに不満だったのである。夏の休暇を取るための名目でハンガリーへの旅行許可書を持って出国、ハンガリー・オーストリア国境へ向かった。しかし、ハンガリー・オーストリア国境が解放されたといっても通行を許可されるのはハンガリーのパスポートを持ったものだけで、東ドイツ市民がこの通行を許可される可能性は、 ほとんどなかった。このことは彼らがハンガリー・オーストリア国境まで行って初めて明らかになったことであった。結果として国境付近に東ドイツ市民が滞留し、夏の終わり頃には国境付近のキャンプ場におよそ10万人の東ドイツ人が集まっていた。この間に東ベルリンにある西ドイツ上中代表部にも100人を超える。 東ドイツ市民が西側への出国を望んで押し寄せて8月8日に西ドイツ上中代表部はその建物を封鎖した8月10日にブダペストの22日にはプラハの西ドイツ大使館も同じ理由から建物を封鎖したこうした状況の中ハンガリーで民主化を求める民主フォーラムや他の民主化を求める勢力は 多少強引にでも彼らを越境させてしまおうと考えるようになった。すでに非共産党政治勢力の活動が認められていたハンガリーでは、こうした民主化を求める運動が活発になっていた。それがピクニックという形になったのは軽い冗談がきっかけだった。1989年夏、オーストリア・ハンガリー帝国最後の皇太子である。 ハプスブルクロートリンゲン家当主のオットーフォン・ハプスブルクはデブレツェンの大学で講義を行った。その日、オットーを歓迎する夕食会でデブレツェン在住の民主フォーラム活動家メサロシュフェレンツがハンガリーが鉄のカーテンによる分断から解放されたことを祝おうと冗談を言ったところ周囲の出席者からは様々なアイディアが出てきた。 その中から、オーストリア・ハンガリーの国境地帯で焚き火をして、バーベキューパーティーを行い、ハンガリー人とオーストリア人が、国境のフェンスを囲んで食べ物を交換し合うことで、ヨーロッパの東西を分断するフェンスが、地理や歴史を無視している事実を世界に示そう、という案が出たのである。この話で、夕食会は盛り上がったが、その時は、パーティーの席での冗談であった。メサロシュが、 夕食会の10日後に民主フォーラムの会議の席上でこの話をした時も多くの出席者は冗談と受け止めたがフィレップ・マリアという女性はこれを本格的に実行することをメザロシュに提案し二人で準備を始めた二人はまずオット・フォン・ハプスブルクと MSZMP の改革派として民主化を主導していたポジュガイ・イムレ政治局員に支援を要請した 夫はこれを受諾し、ポジュガイも、この支援要請を開拓すると、ネーメと首相と共に話し合い、そのピクニックを、単なるピクニックではなく、もっともっと大きな出来事にしようと決めた。すでに、オーストリア国境を解放していた彼らは、ハンガリーが共産権から離脱することを世界に、アピールする、良い機会だと思ったのである。ネーメとは、後に、これこそ、 我々が抱えているドイツ民主共和国問題に対する解決策でしたと語っており東ドイツ政府が市民の国外移住を制限していることにある程度打撃を与えることまで考えていたことも示唆している。例メとポジュガイは秘密裏に慎重に計画を実行に移した。ハンガリー内務省指揮下の治安組織は内省ホルバート・イシュトバーンが 改革派なので信頼できたが、東ドイツのシュタージや MSZMP の保守派が率いる、準軍事組織などに妨害されないようにする必要があったのである。こうして1989年8月19日に、ハンガリー・オーストリア国境地帯に属するショプロンで、反ヨーロッパピクニックが開かれた。ショプロンが選ばれたのは、 この街がハンガリーから飛び抜けて、オーストリア領に食い込むような形になっており、三方をオーストリアに囲まれていたため、比較的オーストリアに脱出しやすいと考えられたためである。この集会は、厳密には二つに分かれており、公的行事と民間行事の二つを同時に行う形式をとっていた。まず、公式のイベントが午後2時頃から始まり、ショプロンで、 主催者たちの記者会見が行われた。その後、民間主催のピクニックが開催されている場所まで、関係者や、取材陣はバスで移動したが、開催地には、オーストリア側から、予想以上の人々が集まり、主催者にもかかわらず、近寄れない状態であった。一方、ポジュガイが手配したバスが、ショプロン郊外のホテルやキャンプ地から、東ドイツ市民を乗せ、 ピクニックの開催地まで送り届けた。バスには東ドイツ市民が殺到し、それをハンガリー側と西ドイツの領事館のスタッフが誘導した。東ドイツ市民の中にはすでに西ドイツが用意したパスポートを持った者も,もいた。また、オーストリア側にはバスが何台も用意されていた。これはオーストリア側のザンクト・マルガレーテンの市長が 西ドイツ政府の要請を受けて手配したもので、その日のうちに西ドイツに移動できるようになっていた。集会の名目としては、ヨーロッパの将来を考える集会であった。会場では、ブラスバンドが演奏し、食べ物やビールが出され、チロルミニオーやハンガリーミニオーに合わせて、人々が踊っていた。そこをハンガリーとオーストリアの外交官が挨拶をして、周り、 見た目は単なる青空の下での祭典にしか見えない様子であった。ハンガリーの国境警備隊は1キロメートル以内に近づかないよう命じられていた。午後3時、国境の検問所の一部が壊された。そこへ、東ドイツ市民を乗せたバスが到着し、人々を降ろし始めると、東ドイツ市民はお祭り騒ぎには目もくれず、一目散に国境へ向かった。 国境検問所のゲートは大きく開かれ、東ドイツ市民は走ってゲートを抜けていった。ハンガリーの国境検問所の国境管理官は、これ見よがしに、東ドイツ市民には背を向け、入国してくるオーストリア人のパスポートを入念にチェックした。オーストリア人旅行者たちは、その光景を見て大笑いし、東ドイツ市民が通りやすいように道を開けた。例目とは、 首相室務室で特設された連絡回線を使って現場の様子をモニターしていたがピクニックの成功を受けて胸をなで下ろした。この日のうちに続々と東ドイツ市民が到着し661人がオーストリアへの越境に成功した。8月にハンガリーからオーストリアを経て自力で越境した人々は3000人に達した。 その日のハンガリー国営放送はピクニックの様子を報道したが600人以上の東ドイツ人が脱出したことには触れなかった。当時ホーネッカーは救生胆の園で療養生活に入っており東ドイツ指導部は有効な手立てを講じることができなかった。治安問題担当の初期で政権ナンバー2と目されていたエゴン・クレンツは ピクニックの8日前である8月11日、一時的に職務に復帰したホーネッカーに対し、出国者数を報告し、国民の大量出国問題を、党の政治局で討議するよう進言していた。しかし、ホーネッカーは、それで、どうするつもりかね。何のために出国者の統計など出すのか。それがどうした。壁を築く前に逃げた連中ははるかに多かったようと。 言って、クレンツの震源を意に介さず、それどころか震源したクレンツに、長期休暇を命じて、政権中枢から遠ざけていた。ところが、西ドイツのテレビの中継映像で、ピクニックの様子を見ていたホーネッカーは、中東ドイツハンガリー特命全権大使に激しく抗議し、東ドイツ市民を強制送還するよう要求した。しかし、ハンガリーはこれには応じず、 後の祭りであった。この中継映像が流されてから、東ドイツでは誰もが出国について口にするようになったと言われる。ただ、当初国境近くに滞留していた東ドイツ市民の多くは、ピクニックを東ドイツ当局の作望ではないかと疑い、ピクニックが終了した段階でそのほとんどがハンガリー側に留まっていた。さらに、 これ以後も国境が開かれていると勘違いしたさらに多くの東ドイツ市民がハンガリーやチェコスロバキアに殺到しブダペストやプラハの西ドイツ大使館の周辺にも溢れ返るようになった。これはハンガリーにとっても重大な問題で前年誕生したばかりの改革派のネーメト政権にとって国内の保守派の突き上げと東ドイツからの相関要求そして ソ連の動向を見ながら苦慮していた。しかし、ソ連からは特段大きな苦情は起こらなかった。ネイメとは、後に、ソ連の許容限度をテストする絶好の機会でした。と語っている。ハンガリー政府はこの時点ですでに、西ドイツ側に肩入れしており、身柄を確保した東ドイツ市民を、その後密かに、ブダペストのキリスト教会に集めており、裏庭に、 多数のテントが張られて1000人を超す東ドイツ市民がテント生活をしていた。そして裏庭に面した窓から西ドイツ大使館職員が密かに西ドイツへのパスポートを作成していた。8月22日前夜に国境付近で越境しようとした東ドイツ人がハンガリー国境警備隊に射殺されたことを受けてネーメト首相は 自体打開は国境を開くしかないと決断した。8月25日、ハンガリーのネーメト首相とホルン外相は西ドイツを訪問、コール首相、ゲンシャー外相と極秘の4者会談に臨んだ。ネーメト首相は、ハンガリー国内の東ドイツ難民について、人道的理由から自由に出国できることを認めると。 切り出し、9月半ばまでに、オーストリア国境を開放する用意があるとして、その受け入れとして、西ドイツに10万から15万人に達する、東ドイツ市民を送り、彼らが入国できるようにするための施設などの対象、お願いしたい。その準備が完了次第に、オーストリアへの国境を開放する方針を示した。この提案を受けて、コール首相は感謝の念を伝え、難民の受け入れセンターと、 その輸送手段を急ぎ準備に入ることを約束した。最初はコールもゲンシャーもどこまで信じていいのか疑った。ホーネッカー政権に鉄槌を下すようなもので話が上手すぎると思ったからである。しかし、これが最善の選択だと考えた経過を説明し、これ以上を先に伸ばすと国境警備兵に東ドイツ市民が射殺される事件が増えると予測されることで、 この話を信じることになった。ソ連はと現社が聞くと、いや知らない。あなた方が準備が整ったと連絡を受けてから、連絡する。とネーメトは答えた。後に、ネーメトは、コールはこの時に目に涙を浮かべて、ネーメト首相。ドイツ国民は、あなた方とハンガリーの勇気を永遠に忘れないと、語ったと述べている。そしてこの日の夜、コール首相は、 ソ連のゴルバチョフに電話して、ゴルバチョフの信意を聞き、ゴルバチョフは、ハンガリー人は、いい人たちだ。と答えてこの難民処理の解決方法を黙認する、ことを伝えた。ハンガリーのこの決断と西ドイツの受け入れ、ゴルバチョフの黙認は、鉄のカーテンの不可逆的な除去と、ハンガリーのワルシャワ条約機構からの離脱を意味した。8月31日。 ハンガリーのホルン外相は、ベルリンにいて、東ドイツのフィッシャー外相と会談し、東ドイツに帰国する国民を処罰しないこと、西への移住申請に前向きに対応することを迫った。ホルンはさらに、15万人以上の東ドイツ人が、バラトン湖の周辺でキャンプしており、帰国しようとしない。ハンガリーは、東ドイツとの関係を損ねたくはないが、このような、 非人道的な状態を放置しておくことはできないと述べ、ハンガリーはオーストリアの国境を完全解放するつもりだと告げた。二国間協定に基づき難民の送還を要求していたフィッシャー外相は、それは裏切りだ。あなた方に重大な結果をもたらすぞ。と反論にした。東ドイツはワルシャワ条約機構加盟国外相会議を提案して、 ハンガリーに圧力をかけることを図ったが、ポーランドは拒否し、肝心のソ連も不参加で、ソ連を味方にしなければ自分たちでできることは、ほとんどないことを悟らざるを得なかった。9月10日、ネーメト政権がオーストリアとの国境の国境管理の停止と全面解放を決定する。夕方に、ネーメト首相が、 テレビで公式発表すると国内に留まっていた東ドイツ市民は直ちに国民シャトラバントに乗って国境まで移動11日午前0時をもって東ドイツとの協定を破棄して国境を開放し国内にいる東ドイツ市民を出国させたオーストリア側は東ドイツ市民をビザなしで国内を通過させる協定を西ドイツと結んでおり 東ドイツ市民は用意された数十台のバスに分譲し、西ドイツ領内に入って、すぐのパッサウに建設された数万人が収容できる移民センターへ移動した。エゴン・クレンツ翌日の社会主義統一党の政治局会議では出席者は、ハンガリーの対応を非難したが、ホーネッカーがまだ療養中で不在だったために結局何の対策も取られず、 ハンガリーに対して何も報復することもできなかった。すでに政治局員の間でも市民の流出が続いて東ドイツの存立が危うくなってきていると認識はされるようになっていたが結局それが討議されることもなかった。そうしている間にも東ドイツ国内では医師、電車やバスの運転手、高等教育を受けた若い労働者などが次々に出国し、 東ドイツのあちこちで交通機関の運休や医療の崩壊、工場の閉鎖などの社会的混乱が起きていた。プラハの西ドイツ大使館では9月以降毎日100人以上の東ドイツ人が柵を乗り越えて押しかけ9月末にはその数は4000人に達していた。この国境解放で9月末までに約3万人がオーストリアに逃れた10月3日 東ドイツ政府はチェコスロバキアとの国境を閉鎖した。これによって東ドイツ国民がチェコスロバキア、ハンガリー、オーストリア経由で出国することは不可能になった。逃げることができなくなった東ドイツ国民は不満を体制批判に転化させるようになり、ライプツヒを拠点にデモが激化していくことになった。ホーネッカーに事態を収拾できる力はなかった。 結局10月18日にホーネッカーは大陣に追い込まれ、ついには1989年11月9日のベルリンの壁崩壊に行き着くことになる。ピクニックを成功させたことは、ハンガリーの民主化勢力に民主化を推進していく一層の自信を植え付けた。またヨーロッパへの回帰志向は一層強まることになった。 すでに一党独裁を放棄していたハンガリー、社会主義労働者党も10月23日にハンガリー社会党と改名し共産主義体制は終わりを告げた。民主化を達成したハンガリーだったが、誤算もあった。ネーメトラは一連の施策によってハンガリーをいち早くヨーロッパの一員に復帰させ、西側からの援助や投資を呼び込むつもりであった。しかし、 このピクニックの影響で東ドイツ、チェコスロバキア、ブルガリア、ルーマニアとドミノ倒し的に共産主義政権が崩壊してしまった結果、ハンガリーが先んじて改革しているという印象は薄れてしまい、彼らが狙っていたような有利な条件を享受することはできなかったのである。それまで東欧の共産主義国家の政治を牛耳ってきたソ連だったが、この事件に関して、 西側を挑発することも、ハンガリーに制裁を加えることもなく、事実上見て見ぬふりをし、何の干渉もしなかった。それどころか、戦術の東ドイツでの民主化勢力に転化したのが、党のソ連最高指導者だったと言っても、過言ではなかった。ホーネッカー退陣直前の10月6日、ミハイル・ゴルバチョフは、東ドイツ建国40周年記念式典に参加した。 その際、自らの勧めるペレストロイカを押し出した演説をしたのに対し、ホーネッカーは自国の社会主義の発展を自我自賛するのみであった。ホーネッカーの演説を聞いたゴルバチョフは軽蔑と失笑が入り混じったような薄笑いを浮かべて、SED の党幹部たちを見渡すと下打ちをした。これによって、 ゴルバチョフがホーネッカーを否定したことが SED の幹部たちの目にも明らかになった。これを機にクレンツやギュンターシャボフスキーらはホーネッカーの失脚工作に乗り出し10月17日には政治局でホーネッカーの解任動議が可決されることになった。ピクニック開催地であったことを示すモニュメント事件の現場となった周辺は反。ハン ヨーロピアンピクニック公園として保全されている。2001年に、ショプロンを含めた、フェルテーコノイジードラー湖の文化的景観が、世界文化遺産に登録されている。これには反、ヨーロピアンピクニック公園一体も含まれている。ありがとうございます。